で、今久留米に着いたんですけどね、ここ降りてすぐね、ゴムの匂いでびっくりしました。って今まで電車降りてね、こんな匂い嗅いだの初めてです。なんかね、靴の工場僕はひも靴じゃないですけどね、靴の工場があるらしくてね、その匂いがするそうです。靴を頑張って作ってるわけですからね、何も悪いことしないですからね、頑張って靴作ってくださいっていう感じですね。なんかバスが喋ってますけどね。で、久留米ってね、ここね、福岡三大都市の一つだそうでね、福岡三大都市ってね、久留米、福岡、北九州なんですけどね。で、前はその三大都市って言われたらしいんですけど、もう今はね、もう皆さんもご存知の通り、福岡市がもう一強というか、北九州もでかいですけどね、もう福岡市がもうとにかくもう一極集中みたいな。てか、福岡市ってね、もう福岡だけじゃなくて、その九州全体が人をもう吸い上げてるというか、もうそれぐらい強い力を持った町でしょ。で、そっからね、久留米はね、電車で30分ぐらいで来れる街なんですよ。もうもはや通勤圏ですよね。もう今この久留米はもうだいぶもう、街がこう、衰退まで行かないけど、そのみんなその福岡市天神とか博多とかにね、にその買い物に行ってしまうそうです。で、仕事とかもそっちの方で大体するしね。その結果、久留米の中心じゃちょっと昔に比べたら寂れてる。寂れるまで行かないかな。なんか前よりはその賑やかじゃないそうです。やっぱりその三大都市っていうだけあって、マンション、こっちも、ほら、やっぱり都会ですね。というか、前よりはその、賑やかじゃなくなってるっていうのは、その商店街とかのことなのかな。ちょっと商店街見に行ってみます。で、ひときわ高い建物が見えてきました。これ、久留米市役所。でかいですね。でね、この久留米がね、前よりもその賑やかじゃなくなってる理由がね、もう一個あってね、福岡市に流れてるっていうのがさっき言ったんですけどね、郊外にね、モールみたいなのが、イオンモールじゃないのか、なんか郊外型のモールができてね、そっちに人が流れてるっていうのもあるそうです。久留米の中心市街地のお店っていうか、その商店街とかは、天神とか博多と、あと、久留米の郊外と、その2つを戦わなきゃいけないわけですよね。それ大変ですよね。それでそうなっちゃってるってことです。で、だいぶお店が立ち並ぶところまで来たんですけどね。確かに人いないですね。ここね、どっちかというとこれ夜の街ですよね、この辺ね。だから今、昼間だからっていうのはもちろんあると思うんですけど、それにしても人が一人もいないな。ちなみに今日、日曜日なんですよね。日曜日の今お昼なんですよ。でもこんなもんか、夜の街ですもんね。どう見てほら、こういうのね。やっぱり夜の街だから、お昼に人がいないのは当たり前ですよね。夜になったらもうちょっと人いるんでしょうね。だってこういうのがあるわけですからね。ちゃんと人はいると思いますよ。あとコロナの影響もあるし、今夜の街大変ですからね。おお、見て。フィリピン料理。珍しい。あんまないですよね、フィリピン料理ってね。へぇー。これなんかは市場ですよね、多分。ね、鮮魚とか。ね、市場って結構朝から空いててね、今もうお昼の今3時ぐらいなんですけどね、3時頃には確か鶴橋のね、大阪の鶴橋のね、市場というかあるんですけどね、そこもお昼の3時とか行ったらこんな感じですもんね。なんか同じようなもんですよね。結構商店街って感じになったけどな。こう夜の街なのか普通の街なのかよく分かんない。なんか独特ですねこれね。いろいろ混ざってる感じですよね。ほらほらこれね、ほら、営業時間ね。平日夜7時からとか、ほら、書いてあるでしょ。時間帯が悪いんだわ。だから人がいないからね、こうやって撮影しやすいからちょうどよかったわ。だこれぐらい栄えてるってことで、だから夜7時になったらこれは全部開くわけですから。これ全部開くんですよ、多分ね。開かないのもあるかもしれないけど、だいたい、見て、これすごい。このレトロ感いいですね。こっちになった、結構。結構いい感じですよ。ちょっと伝わってるかな、この感じ。ほら、これ。久留米シティプラザ。ちょっとね、雰囲気変わってきましたよ。ほら、こっちの方にね。ほら、繁華街らしきものも見えるし。はい。だいぶこの商店街近づいてきました。で、これに名前がね、クルメリア。なんか名前可愛いですよね。クルメリア。ちょっとクルメリア行ってくるバイとか言うのかな。でもバイって言わないですよね。はい。で、商店街中は、なるほどね。なるほど。なるほど。昔はすごい賑やかだったけど、今はちょっとっていう感じですね。なるほどね。わー、で、これ、久留米東映劇場のこの文字、おー、素晴らしい。
はあ、でこういうのはこのまんまになってるっていうのもね、昔栄えたけどって感じがするな。はあ、なるほどね。なるほどしか言えないわ。あー、本当だ、ちょっと苦戦してるわこれ確かに。はあ、そうか、多分10年20年前は結構こう人がバーって歩いてたんだろうな、あの熊本の中心部の繁華街みたいにね、宮崎とか。はあ、そうか、なるほどね。ここに来るなら天神とか博多行くわってことなのかな。そのね、今のご時世もあるからね、それもあると思うんですけどね。おお、見て、なんかおしゃれ。おお、なんか九州こういうの多くないですか、こういうちょっとおしゃれな感じ。洋風っていうのかなんかわかんないですけど、これレンガというか、なんていうのこういうの、ちょっとヨーロッパチックのこのおしゃれな感じね。あの天神のあの地下街とかね、おしゃれおしゃれしてるでしょ。あとあの宮崎の中心市街地も結構ね、そういうなんかおしゃれなところあったし、熊本こういう感じじゃなかったかな。ちょっとあれですけど、すごいほら綺麗。おお、すごいね。あとあの久留米駅もね、こうなんかどっちかというとこんな感じだったじゃないですか。こういうこうおしゃれ感、レンガのおしゃれみたいな、レンガのおしゃれみたいな。もう語彙力はゼロなんですけどね。九州はこういうのが特に多い気がするんですけど、そんなことないかな。でもうちょっと歩いてきたんですけどね、確かにこれは同じこと言いますけど苦戦してるわ。まあこれコロナだけが原因じゃないな多分。電車で30分のところにもう ダイソン並みの吸引力の福岡市があるわけですからね、そこにどんどん人吸い込まれていきますよね。さらにそのイオンモール的なものが郊外にできたりとかねしてるわけでしょ。それは きついわな。だから日曜日のお昼でこれだもんな。一番街商店街っていうみたいですけどね、これね。でもこういうね、味のある商店街がどんどんね、こうやってこの活気を失うっていうのはね、残念ですよね、本当。なんかもったいないわ。モールとかね、どこ行ったって同じじゃないですか。その福岡の天神とかね、博多はもちろんあの個性があるというか独自のね雰囲気があるあの街ですけど、久留米には久留米の味があるわけでね、それがこう活気が失われるっていうのはちょっと残念ですね。ってことで西鉄の久留米に着きました。久留米駅でかいですね。でかいですね。まあでも天神までここから30分で行けるわけですからね。30分で行けたらそれでいいですよね。別に問題なくないですか。あの和歌山市とかね、徳島市と違うのは、この久留米はめちゃくちゃでかいね、天神とか博多にすぐ行け、30分で行けるわけですよね。だからまあ正直問題ないんじゃないですか、多分地元の人も。あの町がちょっとね、ちょっとこう輝きを失ってても、まあ問題ないっていうか、やっぱそれはね、地元は栄えてほしいと思うんですけど、ものすごく困るってことまではいかないんじゃないかな。どうなんでしょう。まあそのね、商店街がね、どんどんその寂れていくっていうのはね、もう日本中で起きてることですからね。だからいいとは言わないですけど、あの久留米もまあそういうその傾向があるように見えるっていう話でした。まあコロナもあるしね。あ、で久留米の町の発展以外のところにもちょっと触れておくと、久留米はあの豚骨ラーメンの発祥の地、あと松田聖子の発祥の地でもありますからね。いろんなものの発祥の地なんですよ、ここ。だからすごい町なんですよ。はい、さようなら。あと新幹線もあるしね。ってことで、実際に電車に乗って久留米から30分離れた福岡市に向かいます。これは天神行きですね。そこ西鉄のね、この電車が乗りたかったんですよ。この電車に乗るためにわざわざ JR の久留米からこの西鉄の久留米まで歩いてきたんですよ。歩いて20分ぐらいかかったかな。でこれ久留米の街並み、やっぱ都会ですよね。高いビルめっちゃ多いと思います。で、久留米の中心部を越えると、急にこんな草原が広がるんですよね。そう、この草原を越えると、また市街地が始まるんですけど、そこから福岡の天神までずーっと街が続いてるんですよ。はい、ってことで、これ役員の近くかな。はい、これが九州全土から人を吸いまくってる福岡市のお姿です。すごいですよね。全部これ吸い取ってるんですよ。九州全土から、鹿児島も熊本も宮崎も長崎も、みんなそこからここに人が来るんですよ。ね、も確かに福岡市はね、すごい魅力がある街です。天神とかね、めちゃくちゃ楽しいですもん。はい、まあということでね、今回は久留米の紹介でした。もしよかったらチャンネル登録してみてくださいね。さようなら。